視聴者の皆様、こんにちは。今回は、関西旅行に行ったら警察を呼ばれた、と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。いきなりですけど、私の話を聞いてほしいです。友達のために旅行を計画したら、最終的に絶縁され、警察沙汰にまで発展しました。は？なんだって？警察沙汰って言ったか？友達がだいぶヤバい人間なのかな？一致がかわいそうだ。一致に何があったのか聞こう。思い出したくはないかもしれないが、その時の状況を、詳しく話してくれないか？聞いてくれて、ありがとうございます。勇気を出してこちらに来て、よかったです。私は普段 OL として、都内で働いています。仕事に行って、終わったら家に帰って寝る毎日。どこに行っても人ばかりで、本当に毎日息が詰まる、そんな生活をしていました。会社の上司は特に何もしていないのに怒りますし、私は必死で働いているのに、正当な評価はいただけなくて、会社を辞めようかと悩んでいたのですが、友人の A 子が、リフレッシュしたら？と声をかけてくれたんです。彼女とは違う会社でしたが、勤務先は近くだったんです。なので時間が合えば、一緒にランチをしていました。仲良しなんだな。会社が近くて一緒にランチは、都会だからできることだし、羨ましい。ありがとうございます。A 子とはもともと高校の同級生で、高校生の時はそこまで仲が良かった、というわけではありませんでした。でも街中でばったり会って、話が弾んでしまったんです。お互いあまり変わってなくて、A 子だってすぐにわかりました。なんでも A 子は今の会社に勤めるまで、割と就職しては辞めてを繰り返していたらしくて、今の私の辛さをよくわかってくれました。もともと友達が多くない私にとっては、A 子が一番の親友です。大人になるほど友達って減っていくから、今いる友達は大事にした方がいいよ。私もそう思います。そしてリフレッシュのアドバイスをいただき、私はぶらりと旅行にでも行こうかと思い、A 子に相談したんです。リフレッシュって何がいいのかわからなくて、とりあえず旅行にでも行こうと思ってるの。いいじゃん旅行。どこに行くの？それがまだ決まらなくて、何かいいところないかなって、A 子に相談しに来たのよ。なるほどね。行き先重要だよね。私が今一番おすすめなのは関西かな？前行って楽しかったから。関西？いいね。なんなら A 子も一緒に行く？本当？一緒に旅行なんて楽しそう。一致がいいなら、ぜひ一緒に行きましょう。こんな感じで A 子とは話が進み、一緒に旅行と計画を立てることになったんです。いい話だし、すごく楽しそうで羨ましい。いいな一致。本当に楽しみで、一緒に計画を立てていたんですが、A 子は残業が多くなってきたので、観光内容は7割くらい私が決めました。最後まで一緒に決めたかったと思う反面、ある意味仲良くしてくれたお礼のサプライズ、なんてこともできるかなって思ったんです。A 子にはいつも感謝していましたし、何か A 子の驚くような計画を立てて、さらに楽しんでもらいたい、そんな気持ちでした。確かに悪くない話だね。A 子ちゃんが羨ましいくらい。一致がとても友達思いなのが、すごく伝わってくる。なんか照れちゃいます。計画は順調で、無事に2泊3日でスケジュールができて、主に京都と大阪を回る予定にしたんです。京都の渡月橋や和服のレンタルショップに行って、和服を着ながら観光してみたり、USJ で楽しむ計画を立てました。移動時間やバスの時間まで私が調べて、チケットの用意まで万全にしておいたんです。バスは当日料金を払うシステムになっていたので、A 子にも金額ぴったり持ってきてほしいと話し、了解を得ていました。今時現金引き換えなのねって、A 子には言われましたけど、私がクレジットカードは苦手で、現金払いにしてもらったんです。クレジットとかって悪用とか被害が多いので、その辺も心配でした。初めて使うバス会社でしたし、私が心配するのもわかりますよね。まあ確かにクレジットって、セキュリティ強化されてきたけど、今でも心配な面があるよね。そうなんですよ。旅行当日の朝は A 子も私も遅れることなく、待ち合わせのバスターミナルにやってきました。支払いも済ませて無事に乗車できたんです。バスに乗る時間になると、私と A 子の席はバスの最後部で、5人用の席でした。A 子満席みたいだねー。そうだね。私たちの隣にも、誰か座るかな？5人用の席でしたが A 子の隣に2人分の席があり、私の隣には1人分の席がありました。なんだかんだ話しつつ席に座ると、5分ほど遅れて出発したんです。ねえ一致。私たちの隣誰も来ないから、大阪まで広々と使えるね。そうね A 子。楽しくて快適な旅行の始まりね。私と A 子は胸を躍らせながら、2泊3日の旅を始めたんです。大人になってからの女子会って、だいぶ夢があるよね。初日は大阪の予定だったので、A 子と昼過ぎ頃にホテルへ行き、荷物だけ先に預けました。とりあえず大阪城を見たり、大阪の名物でもあるお好み焼き屋に行ったんです。お店も私が調べて予約していたので、並ぶことなく入店できました。ええ、
関西ってお好み焼きと一緒に、ご飯も食べるの？英子は関西の方がよくお話しする、お好み焼きはおかずということを知らなかったようで、店に入ると驚いていました。私はてっきり知っているものだと思いましたが、そうではなかったようです。関西の人って、そういう食べ方もするみたい。だからお好み焼き二人分と、ご飯二人分頼んじゃうね。え？いや、私にはちょっと量的に、多い気がするんだけど。大丈夫大丈夫。食べれるよ。それにせっかく関西に来たんだよ。名物食べないでどうするの？食べきれる気がしなくて。すいません。お好み焼き2人前に、ご飯2人前ください。ちょっと、いっち、聞いてる？なんだかんだ文句を言いながらも、英子はお好み焼きが運ばれてくると、ゆっくりながらも完食していました。私より20分も食べ終わるのが遅かったので、ちょっとスケジュールはずれていきましたけど、心を広く持つことにしたんです。英子ちゃんって食べるのがすごい遅いとか、そんな感じなの？私からすれば、かなり遅い人だなって思います。私はお好み焼きと白いご飯は5分から10分もあれば、すべて食べ終えていましたから。一気ご飯食べ終えるの早くない？そういうもの？自分は15分くらいはかかるかも。そうなんですか？まあまあ、食べるスピードは人それぞれですし、私は怒ったりしたわけではないので、あまり気にしないでください。食べるのが異常に早い人もいるからな。まあ続きを聞くか。そして食べ終わった後は、英子のアイディアで太陽の塔を見に行きました。太陽の塔を見に行ったのはいいんですけど、英子ってば大失敗をしてしまったんです。大失敗？そうなんです。チケットは手に入れていたんですが、太陽の塔にどのくらい滞在して、どのように見て回るのかを決めていなくて、大変だったんです。いっち、そんな大げさなことでもない気がするんだけど。いえ大変なことです。夜の居酒屋も決めていましたし、30分もあれば十分だと思っていたのに、英子ってば1時間も滞在したんですよ。おかげでスイーツとして美味しいパンケーキの予定があったのに、予約時間にお店に着けそうになくて、キャンセルしました。今でもすごく後悔しているんです。お好み焼きとご飯を食べた後に、パンケーキも行く予定って、すごいな。炭水化物に粉物フィーバーだけど、イッチとエイコは辛くないの？私は全然大丈夫です。エイコも全然大丈夫だと思うんですけど、なんだか太陽の塔を見て疲れているようでした。ねえイッチ、パンケーキを予約してたの？私全く知らなくてごめん。でも、イッチ私に何も言わなかったから。パンケーキはサプライズのつもりだったし、太陽の塔でエイコがこんなにはしゃいで、時間を使うとは思わなかったの。でも滞在時間30分は早すぎない？せっかく関西に旅行に来たんだし、2泊3日もあるんだから。時は金なりって言葉知らないの？今日は大丈夫だけど、明日はもう少しパッパと行動してね。うん、わかった。それにしてもイッチ、すごい汗じゃない？大丈夫？大丈夫。そんなことより、居酒屋に急ごう。私は汗を拭きつつも、予約してある居酒屋に向かいました。太陽の塔はもっとゆっくり見たいかもな。チケットも必要だし、写真とかたくさん撮りたかったかも。地元とか何度か行ったことのある人なら、もしかしたら足りるかもしれないけど、初めての人だったら足りないかも。そうですかね。私も英子も初めてでしたけど、30分あれば一周できて、見られましたよ。なのに英子ってば私に歩くのが早いとか言って、少し待ってって言いながら、何枚も写真を撮り出したんです。一緒に撮ろうって話にもなったんですけど、私は写真を撮るのが好きじゃないので、断りました。英子は無理に一緒に撮ってとは言わないから、私の写真を撮ってほしいって頼んできたんです。ああ、英子さんの気持ちわかる。自分がその場所に行ったって写真を、きっと残しておきたいのよね。1枚撮ったらいいと思うんですけど、3枚くらい撮ってとか言い出すんですよ。私の計画がって思いながら、仕方なく英子の写真を撮っていました。英子はインスタ女子なので仕方ありませんけどね。普段は10枚くらい撮っているらしいですが、今回は私がせかしたから、少しで終わったそうです。3枚くらいは普通にインスタ女子じゃなくても、周りの人とかにお願いして、撮ってもらうことあるけどな。一応何枚かお願いしたりするし、何も言わなくても数枚撮ってくれる人もいますよね。人それぞれってところなのでしょうか？私にはよくわからないですけど、そのまま居酒屋に着いてからも、英子のわがままは止まらなかったんです。英子ってば居酒屋に着くと、ぐったりとしてしまったんです。私も疲れたと思いつつ、英子にも美味しい料理を食べてほしいと思って、いろいろ注文しました。焼き鳥やだし巻き卵、たこ焼きや串カツとかで、よくある居酒屋のメニューに大阪らしさを追加して頼んでみたんです。英子は私の注文を聞いていなかったのかわかりませんが、料理が運ばれてくると、イッチ、注文しすぎじゃない？私こんなに食べられないんだけど。どうしてそんなことを言うの？せっかく英子に美味しい串カツとたこ焼きを、この大阪で味わってほしいと思ったのに。
その気持ちは嬉しいけど、昼過ぎにお好み焼きとご飯でお腹いっぱいだし、そこから太陽の塔と移動しかしてないでしょ？お昼食べてから3時間ちょっとしか経ってないから、私そんなにお腹減ってないんだけど、お昼のお好み焼きとご飯だって、イッチが食べろって言うから食べたのに。なんて言い出したんです。私が A 子のためを思ってやったことなのに、A 子がわがまますぎて疲れました。A 子ちゃんがお腹いっぱいっていう気持ち、わかる気もするんだけど、自分だけなの？確かに食事が多いっていうか、A 子ちゃんお腹苦しそうだし、イッチも A 子ちゃんにどのくらい食べられるのか、聞いてあげた方が良かったかも。A 子は私に旅の計画をほぼ任せたんですよ。なので料理も計画のうちで、何を注文するかまで決めていました。なのに A 子ってばわがまますぎます。この料理に関してだけではないんです。というと？次の日は USJ に行きました。いつもの通り写真撮ってコールがすごくて、仕方なく付き合っていたんです。USJ にいる間、何のスポットかわかりませんけど、3箇所で2枚ずつ写真を撮ってあげました。1箇所だけでいいでしょと、内心思いましたけど、A 子が USJ に着くと、乗り物に乗りたいと言いました。ジェットコースターがいいって、言い出したんです。ジェットコースターいいね。行ったら必ず乗ってる。でも私はジェットコースター苦手だと言うと、ゆっくり動くやつでもいいから、乗り物に乗ろうって言い出したんです。私の計画では USJ でパレードを見て、そのまま京都に移動する予定でした。滞在時間は3時間もあれば十分だと思いませんか？テーマパークで3時間か。もう少し欲しい気もするけどな。テーマパーク内を見て、私も A 子も可愛いお土産をたくさん買って、十分楽しめました。A 子には3時間経ったから、京都まで移動すると話したんです。そしたら A 子は、え？ USJ って3時間の予定だったの？短くない？まだ全然乗り物も乗ってないし。さっきパレード見たし、買い物だってできたんだからよくない？パレードは昼だけじゃなくて、夜もあるんだけど一致知らないの？ A 子は不思議そうな顔で、私を見ました。確かに夜のパレードもいいもんだよな。あれはまた格別だ。夜の USJ のパレード大好き。キラキラ輝いてて、素敵な時間だよね。でもパレードはパレードなので、私は一回見ればいいだろうと思ったんです。なので電車に乗ろうと言いました。A 子は多少不満そうでしたが、そのまま2泊目の宿がある京都に行ったんです。宿に着くと A 子は疲れたと言って、ベッドでぐったりとしていました。ねえ A 子、そんなに疲れたの？疲れたってわけじゃないんだけど、一致の計画が予想外で驚いているっていうか、なんていうか。そう？そんな驚かなくてもいいのに。それじゃ、早速ご飯に行きましょ。え？まだ5時前じゃない？それにお昼だって、USJ で2時頃に食べなかった？もう3時間経つし、変じゃないでしょ？早く行きましょ。私は A 子を連れて、気になっていた居酒屋さんに向かいました。店内にはすんなり入ることができて、乾杯した後に私が料理を注文しようとすると。ちょっと待って。私はビールがあれば大丈夫。なんて言い出したんです。いや彼女はお腹が減ってなかったんだよ。イッチが空腹なのが不思議すぎるんだが、まさかの大食いか？実はイッチ、巨漢なのか？そんなことはないです。人よりは少し多く食べますけど、A 子が小食すぎるだけなんです。怪しい気がするけど。それじゃあ私が変というわけではなく、A 子や周りが変だって証拠をお話しします。面白そうなんだが、何を話すんだイッチ？これは旅行に行って3日目の出来事です。私と A 子は京都の観光客向けの和服レンタルサービスを利用しました。ホームページを見ると好きな浴衣を選んで、髪もセットしてくれるということだったんです。浴衣は訪れた当日に選べるようでした。私も A 子も楽しみにお店に到着すると、A 子は早速選び始めて、とても楽しそうにしていました。イッチ、私このピンクの浴衣にしようかな。イッチは？浴衣決まったの？私は迷っていましたが、黄色い花が描かれた白の浴衣に一目惚れして、これにしようと決めたんです。そしたら様子を見ていた店員さんが、よろしければこちらへどうぞと言って、少し奥のコーナーに案内してくれました。そこには先ほどまで並んでいた浴衣の量よりも、かなり少ない量が並んでいて、柄もなんだか個性がありませんでした。おっと？これは？私この白い浴衣がいいんですけど、そう言うと店員さんはおどおどし始めて、帯だけ交換してもいいかと確認してきました。私は少し不満でしたけど、店員さんの言う通りにしたんです。店員さんは私を奥の方に案内した後、もともと持っていた帯よりも、もっと濃い色で長い帯を持ってきました。まあいいかと思い、そのまま着付けに向かったんです。時間がなくなっても困りますし、こうして私と A 子は別々の部屋に入り、店員さんに着付けしていただきました。二人で着替えを終えて合流すると、A 子は私にこんなことを言ったんです。ねえイッチ、少しサイズ小さいんじゃない？私は自分で鏡を見ましたが、少し小さい気はするものの無理のあるサイズ、という感じはありませんでした。何言ってるの？大丈夫でしょ。言っている意味がわかんないから。
店員さんにも2回ほど確認されましたが、大丈夫だと話しました。なんか怪しい匂いがするんだが。そして A 子は心配そうな顔をしていましたが、一緒に外に出て写真を撮っていたんです。そしたら通りすがりの子供が、私を見て、お相撲さんなの？と言ってきたんです。通りすがりの子供の親らしき人は、私にすみませんと謝ってきましたが、私は顔から火が出そうなほど恥ずかしかったです。ひどくありませんか？ A 子も店員さんも子供も、みんな私をバカにしたんです。絶対に浴衣が小さかったんだろ。どうしてそうなるのでしょうか？私は普通なのに、ありえません。失礼だが一致、君の身長と体重を聞いてもいいかな？私ですか？身長150センチの85キロですけど。やっぱり予想は当たっていたらしい。それは一致痩せた方がいいよ。体にも良くないしね。大丈夫なのに、変なことを言う人たちですね。A 子は A 子で帰りに変なことで怒るし、せっかくの旅行が台無しです。一番ヤバいことが起きそうな予感。私と A 子はなんだかんだ大変だった旅行から、帰る時間になりました。A 子、楽しい旅行だったね。あ、うん。いろいろありがとね。え？疲れたの？だからしっかり食べないと、体力ないって言われるの。そうじゃないの。今回は食べすぎて、少し胃もたれしたかな？ A 子はこんなことを言っていましたが、私はそうは思いません。お前は普段から食いすぎなんだよ。そしてバスが出発すると、A 子はこんなことを言ったんです。ねえ、イッチ。行きも帰りも満員バスなのに、私たちは一番後ろの5人席で、左右誰もいないのって不思議ね。え？そんなことあるのか？あるわけないじゃないですか。実は私、本当は5人分の席を買っていたんです。私たち2人以外の席の分は、違う人の名前で予約しましたし、お金も払っていません。だからタダで空席をゲットできたんです。いやいや、イッチ。それは犯罪だよ。私はいいこと快適な旅行のために、一生懸命考えたんですよ。それなのに降車するとき、A 子がいきなり運転手さんに、私が他の人の名前で3人分購入していたことを、そのまま話していたんです。A 子が必死で謝っていたら運転手さんは、呆れるなぁ。期日までの支払いがないと、自動的にキャンセルになるからいいけど、次からはないようにね。なんて言ったんです。私はもう頭に血が上ってしまいました。私は友達のためにやったのに、なんで私が悪いことになるんですか。喧嘩腰な運転手に、私も負けじと言い返したんです。口論は30分ほど続きました。もう拉致が開かないから、警察を呼ぶ。そしたらなんと、引き下がらない私に嫌な顔をした運転手さんが、警察を呼んだんです。私は警察から事情を聞かれる羽目になり、A 子はそのまま帰ることに。すると私が警察に話を聞かれる前に、運転手さんに謝れと A 子が言ってきたんです。ちょっとイッチ。あなたが悪いんだから、ちゃんと謝りなさいよ。どうしてよ。いいから謝って。すみませんでした。本当は謝りたくなかったのですが、仕方なく謝りました。謝りたくなかったって、やばいだろ。自分が悪いと思ってないあたりがくさ。どういう神経してんだよ。イッチはやばいやつすぎて無理なんだが。どうしてあなたたちもそう言うの？ A 子にも言われたのか？そうなんです。旅行から帰ってきた3日後に、会う約束をして A 子に会ったんです。あなたがそんな人だとは思わなかった。もう友達はやめるから、二度と連絡してこないで。なぜか A 子はカンカンに怒っていました。私がせっかく考えた旅行なのに、意味がわかりません。A 子ちゃんが正しいと思うし、イッチのやっていることはやばいって。どうしてみんなに同じことを言われているのに、自覚できないのか不思議すぎて無理。無理なのは私の方なんだけど、こんな話が通じない連中に、もう用はないから、さようなら。こうしてイッチは最後まで自分が正しいと、みんなの意見に耳も傾けずスレを去りました。一般常識のないイッチはそのまま会社にも行かず、クビになってしまったようです。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。